能登半島地震で起きている通信障害を受けて、石川県民が自ら被災者の声をもとにネットや電話がつながる場所が共有できるマップを作りました。能登半島地震コネクトマップは、被災地でインターネットや電話がつながった際にその場所と日時、使用キャリアを登録することができます。入力された情報はオンラインの地図上に反映され、誰でも閲覧できるようになっています。これを作成したのは石川県で非営利の活動を行う団体のメンバーで、インターネットや電話がつながらず混乱する様子を目の当たりにしたことから思い立ったといいます。これ時系列でデータ溜まってますので、今回の地震の、ネットの状態をなんか分析するときの一つのデータとして、使っていただいたりとか、今後のなんかネットの、復興のためにどうしていったらいいかみたいなことに使ってもらえたらなとは思っています。なお NTT ドコモなど通信大手4社によれば、17日時点でほとんどの地域では応急復旧が完了しているものの、輪島市などの一部地域では通信が困難な状況が続いているということです。